V ストローム650は、鈴木が製造している、ツアラーおよびデュアルパーパスタイプのオートバイである。2002年発売の DL1000 のヒットを受けて2003年に、DL650 の名称で、欧州、アメリカオーストラリアで販売された。エンジン、燃料噴射装置ともに、SV650 のものを採用している。2011年7月には ABS を搭載している。 2013年に日本国内仕様として V ストローム650の名称で販売開始となった。名称にある V の由来はバーサタイルという意味でストロームはドイツ語で流れを意味するストロームから来ている。2013年1月8日に650の ABS 仕様が快適アドベンチャーツアラーのコンセプトの元 V ストローム 650ABS として 日本国内向けに発売されている。このモデルは平成13年騒音規制の適用によりエンジンセッティングが変更され、車体左側のエンジンカバーや波数を47から44に減らしたホールなしのリアスプロケットなどが装備されている。2014年10月10日には前後輪をチューブレスタイヤに対応させたワイヤースポークのホイールに換装し、 専用のフロントカウルを装備したアドベンチャーツアラー仕様の V ストローム 650XT ABS も発売されている。2017年5月30日に通常、XT の両仕様とも日本国内向け車両のモデルチェンジが行われた。エンジンは平成28年環境規制への適合を行いつつ、スペックの出力を向上させ、新たに トラクションコントロールシステムを搭載し、SV650 同様のロー RPM アシストも搭載した。車体デザインは 1000cc との共通化により、フロントカウルは可変式スクリーン付きの縦目2等に変更されている。 h t t p w w w s u z u k i c o j p スラッシュコーポレートスラッシュ faq スラッシュモータースラッシュネーム .html スズキ二輪車社名の由来スズキ長距離ツーリングでの快適性を高めた二輪車新型 V ストローム 650ABS を発売スズキ2012年11月28日ヨーロッパではこのクラスのオンオフモデルのベストセラー V ストローム 650ABS を国内発売ウェブミスターバイクズキ、冒険をイメージさせるデザインのスポーツアドベンチャーツアラー V ストローム 650XT ABS を発売ズキ2014年9月30日ズキ、スポーツアドベンチャーツアラーの V ストロームシリーズを全面改良して発売ズキ2017年5月25日ありがとうございます